日本は世界的に見ても一番危険とも考えられる位置にあり、23年度は防衛費大幅増との見方が出ています。現在護衛艦加賀の F-35B 戦闘機艦載改造工事が進んでおり、とりあえず出雲と加賀での2隻での軽空母体制へようやく来ました。今回はこの護衛艦出雲と加賀の運用を詳しく見ていきますね。 F-35B 艦載でまた戦略の見直しが図られますし、日向や伊勢に無人戦闘機を艦載可能にするのも一つの手段とも考えられます。防衛費がかなり増大していくのは必然です。遅いよ。2022年8月末に来年度である2023年度の防衛費の財産要求額が防衛省によって決定されたが、総額は従来の費用として最大の5兆5947億円となることが明かされ、現岸田政権が提唱している防衛力の強化を裏付ける額となった。こうして史上最高額にまで積み上げられた防衛費だが、さらにこれら財産要求額とは別枠で使途の項目のみを示す事項要求と呼ばれる範疇のものも、金額換算では1兆円ほどの規模に相当する模様で、実質の金額はもっと多いと言える。今回の2023年度の防衛費の使途として大きく取り上げられているものには、尖閣諸島をはじめとする南西諸島に対する中国の軍事的な圧力脅威にいかに対処するのかという点に着目した装備、兵装類が含まれている。中でも、近年の日本政府が注力してきたものが、スタンドオフミサイルと呼称している、長射程ミサイルであり、これらの部の国産化を加速させることで、日本の防衛力全体の底上げを図るべく、予算の付与も継続されている。そうした中心的な存在であるのが、現在は陸上自衛隊が配備を進めている人に意識地対艦誘導弾の能力向上型であり、これを現状の約 200km 弱とされる射程距離を5倍から7倍以上に延伸する目標でが課せられている。人に意識地対艦誘導弾の能力向上型では、こうした射程距離の大幅な延伸以外にも、航空機に搭載する形式の空発型や、艦艇に搭載する形式の艦発型へと発射母体を多重化する方針であり、運用形態の幅も広げることを期としている。また、南西諸島の島々に敵の上陸を許した場合に備えては、こうした島嶼防衛に特化させた高速滑空弾の量産化を同時並行で進めることとしており、各種のミサイルを中核とした新しい防衛装備品の調達の方向が、見て取れる。こうした日本の防衛費の予算の中で、個別での規模の大きさ及び、期間的にも、長い時間を必要としているのが、出雲、加賀護衛艦2隻の、出雲と加賀の航空母艦化改修であり、2023年度予算の中にも、その一部が組み込まれている。出雲、加賀護衛艦は、現在の海上自衛隊が保有する中で、最大の大きさを誇る艦艇であり、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートルの艦隊を持っている。これら出雲、加賀護衛艦は、一番艦である、出雲、が、2015年、2番艦である、加賀、が、2017年に就役を行っていたが、当初破壊移転翼、機を艦載機とするヘリコプター搭載型護衛艦、海上自衛隊内の略称は、DDH として建造された。海上自衛隊では、この出雲、型の前級としてヒューガ、加賀護衛艦を、ヒューガ、と、伊勢の2隻を、2009年、および、
2011年に就役されており、これらが海上自衛隊の艦艇として初の全通式の飛行甲板を実現した艦艇であった。ヒューガ、片護衛艦は基準排水量 13,950トン、満載排水量 19,000トン、全長 197.0メートル、全幅 33.0メートル、深さ 22.0メートルの大きさであり、出雲、型に比べれば二回りは小さいと思われるが、果たした役割は大きかった。それはヒューガ、片護衛艦が、それまでの日本の社会的な風潮として、いかにも航空母艦しかとした、全通式の飛行甲板を持つ艦艇に対し、それを海上自衛隊が保有することを禁じるかのような不文律を打破して建造された点に、集約される。これがベースとなりか、いい点翼機の運用にも、全通甲板の有用性を示したことで、航空母艦は、攻撃的兵器に該当する可能性があり、したがって、海上自衛隊が保有するにはふさわしくないとの一部から、批判を、機能の高さで覆したと言える。しかし、出雲、片護衛艦が装備している、2機のエレベータのうちのサイドデッキ式の1機は、耐荷重量、寸法ともに、今後航空母艦化した際に、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の昇降が可能なスペックであることがポイントだろう。設計や建造を開始した時点では、当然、出雲、片護衛艦が F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることなど決定されていなかったわけだが、今後のその可能性を見越した上で企画されたことが伺え、先見性を感じさせる。このおかげで、出雲、片護衛艦は、少なくはない項目の航空母艦化改修を施す必要があるとはいえ、最も基礎となる部分で、F-35 ライトニング 2B 型の運用を担い得る前提を確保していた状態であり、今につながっていると思える。これまでに、出雲、片護衛艦1番艦の、出雲、に対しては、2019から2021年にかけての期間で、全通式の飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型が着陸時に噴出するエンジンの熱に対処するための改修等が行われている。また、2番艦の加賀では、こうした1番艦の出雲と同様の改修が今年2023年3月より開始されているが、それに加えて先行して、現在上から見て台形の形状をしている。艦首の飛行甲板を四角形に拡幅する工事も行われる予定だ。これは、これまでの台形状から四角形に改めることで、飛行甲板上のスペースを拡張することが目的であるとされ、それによって、艦載機の露天駐機の場所を確保し、航空機の運用効率の向上を図ることが目的とみられている。また、2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型を6機調達することが盛り込まれており、これは、前述した事項要求にあたるため、具体的な金額は判明してはいないが、これまでを考えれば、1機およそ130億円ほどにはなるのだろう。海上自衛隊では F-35 ライトニング 2B 型を総数では42機調達することを現時点では計画しており、最初に同機が配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊のニュータバル基地が候補地に挙げられているが前期ではないだろう。出雲、片護衛艦は水上戦闘艦として、もちろん海上自衛隊に所属しているが、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、航空自衛隊の所属となり、両隊が合同で運用を担うことで、航空母艦としての出雲、型が機能する形になる。これは、イギリスの最新鋭の航空母艦である、クイーン・エリザベス級の2隻でも、同様な運用形態であり、また、
アメリカでも、海軍が強襲揚陸艦本体、艦載機は、海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型とする運用にも通じるものがある。出雲、片護衛艦の今後の航空母艦化のスケジュールは、まず、出雲が今年2022年内にアメリカ東海岸に赴いて、F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働が想定されている。一方の加賀は、2024年内に F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終えて、出雲と同様に2027年頃から航空母艦としての本格運用が可能になるのではないかと考えられる。今年2022年からすれば出雲、片護衛艦の航空母艦化は少なくともあと5年ほどの期間を要するものとみられてはいるが、5年後の未来だと思えば、今後ますます開発が加速するであろう無人航空機の普及も気になる部分ではある。ロシア・ウクライナ戦争でも注目を集めたトルコ製の無人航空機バイラクタル TB2 だが、製造元のバイカル社はトルコ海軍の強襲揚陸艦向けの無人航空機の開発もすでに進めており、今後の実戦配備にも注視すべきだろう。